僕と今野ビンさんともう一人いたんだけど、その3人が銀座で飲んでた時にバカ話してて、やっぱりさ自分の書いた本ってさ読むと面白いよねっていう話になったんだよ。要はその自分が読んで面白いに書いてるから、書いててつまんないなと思ったら直せるのが著者の特権でしょ、はい、でそれが本になった頃っていうのは大体英会話の中身を忘れてるわけだ、はい、そうするといや読むとさその文章のリズムだとかそういうのは全部自分に向けて自分にちょうどいいように書いてあるから、はい、面白いんだよね。そうで、はい、その話、いややっぱそうだねとかっていう話をしその近野さんとしてたら、一人がお前らバカじゃないのと、俺はあの自分の書いたもんなんか つまんなくて読めねえよって言ったんだ。そしたら近野さんが怒ったんだよね。お前ねって、お前自分が読んでつまんないものを読者に金払わせて読ませてんのかっつって、それは読者に失礼だろって、はい、